メディアを再生するメンフィスサスペンション鉄道の動画メンフィスサスペンション鉄道はマットアイランドのエンターテイメントパークとテネシー州メンフィス市内中心部を結ぶ懸垂式モノレールであるマットアイランドモノレールとも呼ばれる1982年7月3日にモノレールの開通式が行われモノレールはウルフ川ラグーンを越えてマットアイランドの南端につながる 歩道橋の下を通っている。道路線はスイスで製造し1981年夏に配備された2両の懸垂式車両を有している。全長518メートルの歩道橋は1981年6月29日に歩行者に開放された。モノレールは1982年7月まで運行されていなかった。車両は内蔵モーターの代わりに 長さ1067メートルの外部ケーブルによって駆動されている。2両の車両はダウンタウン側のフロントストリートターミナル及びマットアイランドターミナル間の平行トラック上を同時に前後に往復している。各車両は最大乗客定員が180人であり、時速11.3キロメートルの速度で移動している。船舶の航行する水路に橋を架ける際、 アメリカ沿岸警備隊はヘルナンドで外橋と同じ桁下高を確保すべきと述べた。その結果、現在の高さで橋が建設されている。1994年6月19日にメンフィス州立大学の女子学生シェリー・マックナイトが一両の車両外側の窓ガラスを清掃中に7.9メートル下に転落して死亡した。原因は メンフィス警察による偶発的な取り調べによるものであった。彼女の家族は彼らがメンフィス氏に対して起こした訴訟に敗訴した。1993年の映画ザ・ファーム法律事務所でのミッチ・マクディアはトム・クルーズが演じており彼を殺そうとするザ・ファームから逃げるために東鉄道を利用している。ありがとうございます。